こんにちは、大輔です。入国制限緩和シリーズ2021年9月上旬版ということで、こちらの動画を見てもらうことで、世界中の国の最新の渡航状況ね、これが一気に把握できるというね、こういう構成になっています。ここ最近ですね、ある程度世界の流れが決まってきたようなね、感じがする、私大輔ということなんですけど、ダイナミックにですね、入国ルールがこう動いていくフェーズっていうのは、一旦終わってきたのかなという感じなんですよね。そんな中で でも今日はですね日本政府が発行するワクチンパスポートが有効な国がですねこれまた増えてきたということでモルディブだとかカナダだとかですねあの数カ国追加されているとそういった様子も見ていきたいと思います今日の流れなんですがアジア圏を出発してですね中東アフリカを通って欧州へ回ってですねその後に南米北米という形で見てまいりましょうそして最後にですね直近で出てきました日本政府の入国制限緩和のねこちらの動きについて最新動向を 補足ををししてていいいきたいなと思ままますそれでは早速アジアジ圏から動向を見てりましょうノービザ入国が可能な国をですね、こちらピックアップしていきたいわけなんですが、まずはタイですよね。こちらに続きまして、モルディブ、パラオ、香港、そしてモンゴルですね。ちょっとこれモンゴルね、前回追加しそびれましたので、まあ今回改めてね、入国可能ということで皆さんに報告をさせてもらいます。そしてスリランカとパプアニューギニアですね、事前に申請許可が 降りりれば入国ができるという形になりますそれ以外の国についてはアジア圏ね特別な理由がない限りは引き続き渡航に関してはちょっと厳しいという状況が続いているわけですがまずシンガポールですねこちらは9月から再開するかもしれないという報道が一部ありましたのであの引き続きね皆さんと一緒にウォッチをしていきたいわけなんですがここから続いて韓国ベトナムフィリピン愛すべきねフィリピンもなかなか厳しいということで続いて台湾中国欧 オーストリアニュージーランドマレーシアインドインドネシアとですねこれらの国に関しては特別な理由がない限りの渡航をねこちらが難しいという状況になっているわけなんですねそして日本のワクチンパスポートが充実してきましたよというねご報告も今日していきたいわけなんですがここ半月アジア圏各国の受け入れ状況をね見てまいりましょう変更があったのはまずモルディブですねこちらは隔離免除が日本のワクチンパスポートによって有効になっているということです そして、パラオに関しては、ワクチンパスポートそのものが入国条件になっていると。シンガポールは自宅待機にですね、グレードダウンするためのパスとしてね、使えるということですね。そして、ベトナムも今回のタイミングで正式入りしたということで、隔離の短縮がですね、地域によってできるようになっていくということですね。そして今回、マレーシアについても正式受け入れということで、自宅待機ができるようになるということですね。インドネシアの入国条件ね、必須、ワクチン パスポート必須ですけどもこちらについても日本版のワクチンパス有効になったということで正式に発表されているわけなんですねあとですね香港に関して隔離期間の短縮オプションですねこちらがワクチンパスポートに加えて抗体検査がですねこれできた方に関しては隔離期間がさらに短い7日間に短縮されるというねこちらのオプションが出始めたというのが香港の動きになるようですなかなかですね硬直状態にあるアジア圏全 全般のね国々ということになるわけなんですが、まあ、例えばですね 韓国あたりがね、えっと、韓国 EU 間9月の1日から相互でのビザなし渡航ですよね。こちらが開始されていたりしますので、このあたりです。まあ、じわじわと、あの、空いていく国もね、出てきますので、皆さんと一緒に引き続きウォッチをしていきたいアジア圏ということで、これをえ飛び越しまして、中東エリアに参りましょう。今回ですね、カタールがワクチン接種が条件になるんですが、入国がね、このタイミングでできるようになったというね、ご報告になります。 ありますあとは変化があったところがですねイスラエルですね世界トップのワクチン接種率を誇るイスラエルということですが感染者数がね増加している昨今ですよどうやらワクチンパスポートによる隔離免除はですねもう一つ条件が加わったということになります抗体検査が必須になっていくというねこちらの条件が新たに追加されました どうやらこれがですね世界中で見た時のワクチン先進国のねある姿の一つということなんだと思われますそれではエリアを進めましたアフリカ行きましょう今回はですね大きな動きはないんですが強いて言えばガボンがですね日本のワクチンパスポートの正式受け入れをしたというねこれぐらいの変化にとどまっているわけなんですねそれでは進みまして欧州圏に参りましょう EU のね中でもまずは 注目すべき動きについて皆さんに報告をしますとイタリアだとかねフィンランドこちらの入国条件に動きがありましたえこちらはですね今回のタイミングで入国条件としてワクチンパスポートが必須になるということでね変わりました。 まあこの辺りの動きはね結構注目されますよねそして日本のワクチンパスポートが新たに承認された国が増えてきましたね EU 圏ですデンマークは陰性証明の免除ですねそしてフランスに関しても同じく陰性証明の免除このねフランスはですね事前の QR コード付き衛生パスの取得なんかがベタかと思うので実際ね渡航される方に関しては日本のワクチンパスポートに加えてですねえこの QR コード付き衛生パスの取得ね。これおすすめだということでいいんじゃないでしょうか。そしてスロベニアですね。こちらについても陰性証明と隔離の両方が免除の対象になるということですね。そしてエストニア、こちらも正式に承認されました。隔離の免除ということで、とこが緩和されるということですね。それでは欧州圏 EU 以外もね、これ見ていきたいわけなんですが、今回のタイミングで日本のワクチンパスポートを正式承認されたのは コソボあとはですね、ベラルーシに関しても使えるということになっています。 ようですそれでは場所を移しましてカリブ海のエリア行きましょう。こちらですね、ほぼ変わらずということだと思います。グレナダがですね、これまでは必須でなかったワクチン接種がですね、これが必須に変わったという点ね、こちらぐらいですかね、変更があった国ということでお伝えをさせてもらいました。それではまたさらに移動をしてまいります。中南米参りましょう。えー、今回はですね、視聴者さんオーダーで コスタリカね、こちらを。 追加をさせてもらいました。ワクチンパスポートのオプションがあるコスタリカということだったわけなんですが、ちょっとね、これ斬新だなというふうに思いました。これなんでかっていうと、緩和の対象ですよ。ワクチン接種者に対する緩和の対象がですねえ、隔離免除だとかね、陰性証明免除って他の国よくありますけど、コスタリカに関しては、保険加入の免除というものが8月からどうやら始まったということで、割とね、ここ注目。 のの国の一つとというこななんんでで、まあ、個人的になんですけどね5万米ドルということで500万円程度ですかね治療費保証の海外旅行保険の加入が必要だということになるんですが他の国でもですねこの保険加入の条件っていろいろあるんですけどこれがですよワクチン接種証明によって免除されるという例はですねまあ珍しい印象なんじゃないかなということで皆さんにお伝えをさせてもらいましたえそして変更があった国ですね日本のワクチンパスポートが新たに承認さ された中南米の国とということで今回はエクアドルに関してこちらね受け入れが始まったということでお伝えをさせてもらいますそれではエリアをさらに移しまして南太平洋エリアですここはですねタヒチに変更がありました少し前まではワクチン接種証明がですねこれ必須という条件だったところなんですが 今回の変更でね、隔離をすれば未接種者であったとしても入れるよという条件に、まあ、若干、まあ、緩和というかね、間口が広がったような見え方に思えます。ということなんですが、ワクチン接種証明がまあ、あったらあったでね、これ隔離免除というオプションもありますので、ここ半月の変更ということでお伝えをさせてもらいました。そして で日本のワクチンパスポート新たに承認された国がここ南太平洋エリアにもありましたね。今回はサモアが正式に使えるということで更新がありました。それでは最後のエリアですね。北米ということでやってまいりましょう。こちらに動きがあった箇所ですね。北マリアナ諸島、アメリカの北マリアナ諸島ですが、ワクチンパスポートの条件がこのタイミングで消えてしまいました。ということで、 接種者であったとしてもですね。 陰性証明と政府指定施設で5日間の隔離が必須になるということになりますから、まあ、見方によっては感染症対策を強めたという格好でいいんだと思います。で、それに対してですね、反対路線を走っているのがグアムということになるんですが、観光客の呼び込みが加速しているというね、相反する動きになっているわけなんです。今回は日本のワクチンパスポートが新たに承認されたということでね、これ数日前の動画でも語ったんですが、 確かね、PCR 検査もこれ、もちろん必要なんですけどね、その分の費用補助がですね、2万円までだけかな、これ出るみたいなところが、グアム政府からあの報じられてましたんでね、この辺まあたり、その観光客の呼び込みみたいなところが、グアムは盛んな時期にね、今入ってるということでいいんだと思います。そして、米国本土についてはですね、引き続き陰性証明と7日間の自宅待機の条件で入国ができるということなんですが、このあたりですね、細かく 深いルールというのが地域ごとにね異なりますので各州政府からのまあ、ルール変更みたいなところをね気をつけていただければと思います、えー、こちらですねこの各エリア各州ごとの体験談などですねコメント欄であの結構ねシェアをいただいているんですよね皆さんあの視聴者さん同士でということで、えー、もしですね皆さんご自身で渡航経験がある方はもうこれ誰かの手助けになりますのでぜひですねコメント欄ご活用いただければと思いますそして北米エリア動く があった国カナダもね今回ご報告をしていきたいわけなんですが今回日本のワクチンパスポートが新たに承認された国の一つがカナダだったということで隔離免除の対象になるわけなんですがこちらが正式に有効になった大きな前進ということだと思います少し前の報道で入国緩和もね9月の7日に実施するかもしれないという報道がありましたのでこのあたりのさらなる緩和については皆さんと一緒に見守っていきたい と思いますということで世界一周を回ってきましたので最後にですね日本政府の動向をお伝えということでやっていくんですけど今回経団連がコロナ禍での社会活動の再開正常化へまあ提言をしていくというね動きが直近でありましたこちらの中に海外との往来再開についてはっきりとですね意思表示があのなされているということでワクチン接種者が対象帰国入国後の隔離措置の免除ですとかま短縮と とかねこれを提言していくということでこの具体的な案がですね9月の6日になるのかな来週の月曜日でしょうか、えー、改めて発行 されるということが謳われてますので注目されますよね隔離期間が14日間ではなくてまあ、10日間にねすべきなんじゃないかとかこれワクチン接種有無によらずということですけどまあ、諸外国とかもねそうなってるというようなことがこの報道の中で語られてるわけなんですけどねまあ、これどうなんだろうかと見てみるとですねアジア圏というのは大体どうでしょうね14日間とかね場合によっては21日間の隔離みたいなところを言ってるところもあるのでどちらかというと厳しめの 国が多いわけなんですよまあ唯一ねフィリピンあたりが14日間のうち10日間が政府指定施設なんて言ってましたけどねまあアジア圏どちらかというとちょっと厳しめの国が多いという反面でですねやっぱり欧州圏ですよね10日間の隔離自己隔離ですよねこちらを提唱しているような国が、まあ、それなりに多いというエリアになっているかと思いますあとは注目すべきところですね北米エリアなんかは7日間の自宅待機の推奨が CDC からの案内ということに になるんですが太平洋エリアなんかは10日間の隔離措置みたいなところがハワイだとかグアムだとかねはじめとしてまあなされているというところでまあ、欧州圏だとかね米国の動きを見ながらまあ、日本政府としても日本入国者に対してのね隔離期間というのが14日間というよりかはまあ10日間に短縮すべきなんじゃないかみたいなねそんな提言も今後なされてねこれが政府判断が行われていくこの可能性がありますので皆さんと一緒にね見ていきたいわけなんですがこれに影響を とといううことなんでしょうか緊急事態宣言が仮にですね続いたとしてもこれ、まあ、続く可能性結構高いと思うんですけどね9月12日、えー、以降どうなるのかということですが、まあ、これが続いたとしてもワクチン接種率が、まあ、ある程度高くなって ってきたねこの状態を狙って、緩和措置を、経済緩和を進めていくというですね、政府からの情報のリークみたいなものがありましたので、このあたりもどうでしょうね、来週あたりにさらに動向が見えてくる可能性がありますから、10月とかね、11月、秋からまあ冬に入る手前みたいなところでしょうかね、動きが出てくる可能性が非常に高まってくる日本ということになりますから、日本政府もね、この世界の動きを見ながら、渡航制限の緩和措置、多分ね、やっていくと思われます。 ま日本のワクチンパスポートを受け入れてくれる国が、まあ、今回ね一気に増えてきてるという印象が皆さんにも伝わったのかどうかそれぞれの受け取り方あると思いますがお願いをね日本政府から各国にしてるということは まあ、総合条件的なことを考慮すると、近々ですね、日本もワクチンパスポートによってですよ、これ渡航緩和を進めていくフェーズに、これが求められていくとも言えますので、特に10月は総裁選が盛り上がっていくと、まあ、盛り上がり、もう初めてると言ってもいいのかもしれません。皆さんと一緒に世界の動きですね、そして日本の舵取りについて、これをウォッチしていきたいと思います。ということで、本日は入国制限緩和シリーズ9月の上旬 ということでやってまいりました今日の動画が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大助でした